はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、すいません、親知らず抜いて今一番腫れてる時期なんですけれども、よろしくお願いします。本日は2ヶ月ぶりに美容室に行きたいと思います。イエーイ。ということで今回はね、動画のタイトルになってるかわかんないですけれども、夫婦で夏に向けてイメチェンしまーす。イメチェンなの？聞いてないんだけど俺。イメチェン、イメチェン、ほらおいでおいで。ヒロくんです。すごいよね、見てこれ、ね、2ヶ月もね美容室に行けてなくてですね、まあ私はね自分で緑を入れてはいたんですけれども、もう髪の毛パサパサだし、もうほぼ金みたいな感じ、ほら金だし、毛先とかさもう枝毛だらけなんですけれども、おおすごい、縛れるようになった。いつ坊主にしたの？1月の末だから2月の頭だよ。2、3、4、5、6、5ヶ月で縛れるようになった、ね、もう復活しましたよ髪の毛。なんかさ、キキララにしたみたいな動画の時にこんぐらいだったような気がする。もうだからなんかでもかき上げてたもん、こうやって上げてた、多分 それより長いもん。すごいね、復活すんのバカ早いよね。マジで早い。もう一回坊主にしても大丈夫なんじゃない？てか、めちゃくちゃ喋りづらいし、笑えない。あれだよ、納豆食べすぎなんだよ。おかめ納豆食べすぎて、おかめになっちゃったんだよ。おかめになっちゃった。毎食食ってたもん。顔だけ切り抜いてさ、おかめ納豆のとこに顔入れてよ。笑えないんだよ。なんかね、口もあんまり開かないし、喋るときも半口でしか喋っちゃダメみたいな。できれば半口で喋ってほしいって先生に言われたから、すごくね、滑舌も悪いし、うん、思う存分に笑えないから、ちょっとね、理解いただきたいんですけれども、5ヶ月だよね。俺だって俺知らず寝た日カレー食ったもん。まあおかしいんですよ。次の日家系ラーメン食べた。ということで本日もね、渋谷の方のね、いつもお世話になっている美容師さんにお邪魔して、はい、道をしていきたいと思います。今のところ私はオレンジにしたいなって思ってます。ほう、インナーカラーをね、うん、一回去年の11月ぐらいにやったんだけど、ね、それが結構自分的に良かったので、ネイルもオレンジだしさ、なんで緑やめちゃうの？なんか青はね、ブリーチしないとダメだからね、うん、ちょっとねできないんだよね。ブリーチしたら多分髪の毛死んじゃうから。ピンクも可愛いかなと思ったんだけど、なんかね夏はオレンジのイメージだから、オレンジに今日したい。ポチコは？俺どうしよう、色入れるか入れないか迷ってて、金髪の里広で初めてさ知ってくれた人もいるわけじゃん。最近もありがたいことにちょっと TikTok と YouTube ショートが伸びてまして、そのイメージを覆さない方がいいのか、うん、別にそんなの関係ないのか。そんなの関係ないよ、汚いもんその色。うるせえよ、言葉を選びなさいって。あんた何人 YouTube やってんのよ。見栄えが悪いとか。あ、見栄えが悪いですもん、その金髪は。ということで、はい、行きたいと思います。はい、まあ、ヒロ君は、竹内さんと相談しながらね。そうだね。まあ、私も渋谷までの間で気が変わったらピンクになるかもしれないんですけど、とりあえずオレンジの気持ちで行きたいと思います。はい、それじゃあ。渋谷は変わっちまったな。変わっちまったなって割と最近来てるけどね。マジ歯が痛すぎてやばい今。痛み止めが切れてきてさ。飲みない痛み止め。めちゃめちゃ痛い。マスクしてもなんかこっちの方デブだし。なんかゼリーとかギュンって飲んでさ。うん、痛み止め飲みねえ。そうするわ。ゼリー買うわ。もうめっちゃ腹減ったな。うわー。あと4分。約束の時間まで。スパイシーチキンとか食いたいもんな。食えないでしょ。無理だね。この汚い緑ともさらばだね。こっちか。汚くはないんだよな。上は。うん。中が、うん、中が汚ね。上は綺麗なんだよね。うん、で一回さ、なんか紫入れて白にしようとして大失敗したけどさ、うん、落ちたよね。落ちた落ちた。やば。ダメだよ美容室で飴食べちゃう。食べてないよ。マジ痛い。君は何やってるの？神々様によるとですね。はい、もう一発くらいブリーチいけるらしいんですよ。これ？はい。すごいね。行こうと思えば行けますね。すごいね。あれだよね、すごいよね。うん、すごい。そうだね。一番明るいところを、でも普通の黄色っぽいところを黒。うん。なんかカメラ通すとより キモい。やめろって。本当だ、すごい。キモいって言うな。ただカメラからで見ると毛先の方白いね。白いですね。白、金、黒みたいな。そう。うん。ブリーチしてさらに色を抜くのか、はたまた、はい、ネイビーとかそう紫っぽいの入れといて。色落ち綺麗っていう方向にするか。いいじゃん、なんでも適当だな。ずいぶん適当じゃん。いつもなんかめちゃめちゃ口出ししてくるくせにすごい適当じゃん。だってなんか彼は 金髪をなんかイメージ付けたいみたいなことを言ってるんですよ。あ、じゃあもう金で行こうや。それがいいのかなあ。なんだろう。あ、私オレンジにしたいんですよ。オレンジ、そう、ここインナーオレンジにしたい。
ちょっとでもどうしてもちょっと濁っちゃうと思う。ああ全然全然大丈夫大丈夫です。オレンジでいって、こっちは、こっちはいつもなんか同じ感じの暗っぽい、暗っぽい、グレーっぽい感じでいきますか。はい、はい、お願いします。 OK、 お願いします。お願いします。なんかめっちゃ暗いんだけど。次には薄紫か、はい、シルバー系か、そうだね、こういうのを使って。染め終わりました。映ってるよ、パチコ。ここになんかさ、いつもさ、これかけるとさ、だいたい顔でかってなるじゃん。だけどさ、それ以上に顔がでかすぎてクソブス。見て、それを言われたら何言うの。同意していいの。いいよ、別に。まあ、ここからは減るだけだから。そうだね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あれみたい。マムシに噛まれたラッキーみたいな。ああ、もう2日経ったから家系ラッキー食えるよ。食えねえよ。普通に痛いから。先生が脅かしてくるんですよね。なんかちゃんと噛んで食べて、糸が取れて、傷口開いて、食べかす入って、どんどん痛くなるよみたいな。めちゃ脅かしてくるから。怖わ。だから食べたくない。俺も飲まなかったよ。入んなかったんですか。飲まないよね。なんか穴ぼこ開いてるみたいな感じですね。そうそれが気づいたら触ってる。そうだよね。糸いらない。いい。いや、取ってない。平気。糸はいらない。糸いらないか。とりあえず。あと1週間ついてるんだけど大丈夫か。中本とかいい。いや、めっちゃ行きたい。本当に食べたい。あ、でもいつも中本食べるとき、いつも麺じゃなくて豆腐にするんですよ。うん、間違いない。大丈夫じゃん。いけるかな。いけるわ。いっちゃえ。いけるわ。それで痛いかどうかはさ、食べてみないとわかんないよ、ね。まあ確かにね。前髪ちょい切る。前髪ちょい切りたいです。毛先もちょっと。だいぶ軽くなってる、ね。軽くなってるってことはちぎれてる。ちぎれてそう、ね。あ、そういうことか。食中毒で寝込んでる時、すっごい3日間ぐらい入れなかったんですよ、お風呂。毛先チリチリになっちゃって、すごかった。虫の足みたいな。キモ。まずチリチリでキモだった。3日ぶりのお風呂最高でしたよ。最高だった。マジで気持ちよかった。わかる。一昨年かな、水疱瘡になった時。ああ、ありましたね。あったじゃん。うん、あの時しばらく風呂入れなくて。4日ぶりだか5日ぶりに入った、うん、うわ、それは気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちよかったな。1回目じゃ泡立たないんですよね。そうだよね。でも1回目が一番気持ちよかったな。あ、わかる。超気持ちよかった。入れた瞬間で。はい、大丈夫です。いやー、終わりました。いいじゃないですか。でも、いいよね、落ち着いた感じのオレンジだね。ね、いい感じ。こういうのでいいよ。にしたかったんだ。うん、かわいい。めっちゃかわいい。よかったですね、今回も。めっちゃかわいい。で、俺こういう色にするのかと思ってたよ。ネイルみたいな。こんな色はちょっと。すごいな、奇抜な色にするんだなって。奇抜すぎて、このさ、なんかさ、黒の服が合うね。だからそれ昨日急いで洗濯したの。そう、もしくは街ですね。かわいい。だから髪の毛黒くなるとさ、美白効果。肌が白く見える。このコントラスト的なやつで、うん、ま、だからさ、リップとかもすごい映えるんだよね。かわいいの。大満足みかん。もしくは終わったら一緒に並んで撮ろうぜ。はい、終わりました。終わりました。かわいいじゃないか。めちゃめちゃいい色でしょ、うん、でここから、うん、その色落ちをしていって、だんだん白に近づいていくという計画でございます。今回もでもあんまり変わらないんじゃない。オレンジっぽい感じだから、うん、そのまま金髪に近づいていくわけでしょ、色落ちしたとしても、うん、よいわー、髪の毛が生き返ったということで、はい、夫婦でイメチェンでございました、はい、あんまでもイメチェンってことでもないかもね、俺はね。うん、確かに髪型は変わらないけど、色が変わったか。色は変わったね、うん、まあ、家もまあまあ変わったか。変わったよ。緑からオレンジだもん。いや、だいぶ変わったよ。相当変わったよね、うん、ぜひ皆さんも来てみてね。ハッシュタグみんなもピースに行ってみてね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあねー。ゆるい。バイバイ。終わりがゆるいな。